聴者のことを知るのはいつでも面白いものです。ただ仕事のことを話すだけのブログを1年くらいやっていて、上司とのやり取りや同僚のことを話していました。それからいろいろなお客さんの方も少し。ただ話しているだけで誰が見ているのかは分かりませんでした。アピールする力も弱いので、どこか遠くの地のパソコンの前で明け方の3時頃に見てくれているのだろう。そう、私のような人たちが。そう思っていました。もちろん単なる想像です。でも先日興味本位でアナリティクスをチェックしてみたところ、自分の間違いに気づきました。実は自分は想像以上のアピール力があるのだと。アクセス元の場所やキーワードを確認しました。自分の動画をモバイル端末で見ている人の多さに驚き、その理由を考えてそこで気がついたんです。みんな仕事帰りに見ているんじゃないかって。だから私の仕事の話が癒しになっているのかもしれません。動画を誰が見ているかが分かると何が変わるのでしょうか。動画を誰が見ているかが分かると何が変わるのでしょうか。私のケースについて言えば、視聴者の多くが飲食業で働いていると想像できます。だからタイトルを変えました。それから転職を考えている人も多いかもしれません。だからそういう動画を作りました。ロシアからのアクセスが多い理由は不明ですが、その国の言語をいくつか覚えて感謝の気持ちを伝えました。些細なことですが視聴者の獲得には役立ちます。こんな視聴者がいるのも間違いではないでしょう。でもアナリティクスを使えばもっと具体的に特定できます。視聴者層を広げしっかりとアピールできるようになるんです。アナリティクスを使ってみましょう。その先に答えがあるかもしれません。